どうも、伊丹一野球の駆け足です。今回なんですけども、地元のね、兵庫県伊丹市にとあるトンネルがあるらしいんよ。その名もね、荒巻公園です。まあ、詳細は不明で、ほんまに荒巻トンネルっていう名前なんかわかんないですけど、まあ、というのも、コメントでね、伊丹市にトンネルがあるみたいな聞いたから、今からね突撃していきたいなって思います。はい、まあ、僕も詳しいところまだ分かってないんで、今からね直接カメラで収めていこうと思うんで、やっていきましょう。それではレッツショータイム。それではね、もうすぐ着きそうなんで、今から外壁に切り替えていきたいと思います。このね、3方面に分かれてるんですけど、こっからまっすぐ行ったら荒巻バラ公園へ行きますね。左は知らないです、分かりません。で、こっち方面、右方面行ったら荒巻トンネルがあるってことで、今から早速ね向かっていきたいと思います。こっちには高いマンションがありますね。うん、いいね。それでは向かっていきましょう。レッツゴー。あれ、待って、通行止めや。マジか、通行止めらしい。この先は入れません。この奥にね、荒巻トンネルがあるんですよ。ここあ、3月25日までか。いや、仕方ないですね。いやー、ね、通行止めでしたね。うん、そうやね。まあ、歴史的なトンネルやからね、綺麗になって復活することをね、祈っております。はい。どうしようかな。せっかくなんで、今からね、ちょっと、この荒巻トンネルの近くでね、駆け足。もうダッシュしていこうと思います。まだね、トンネルがね、ちゃんと工事終わったら向かおうと思うんで、駆け足ね。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。